こちらスタッフが近くを選べると当たってくれるのかと勘違いしてしまうようです。すぐに腕や体に絡みついてきて遊ぼうとしてくるんですけれども、これが私たちスタッフ、なかなか刺激がしにくい状態になってしまいまして、少々元気な赤ちゃんの猫は厄介だったりもします。それではただいまの時間で赤ちゃんパンダのおじこやじを流す刺激を行う時間が終了しました。でこの後も赤ちゃんパンダを非常勤この3つまでご覧いただけます。現在少々目が覚めてきているようですので、この後は少し動いているシーンもご覧いただけるかと思います。ただ赤ちゃんたちまだまだ眠るのが仕事です。すぐにポロッと眠ってしまうかもしれませんのでご了承ください。それではこの後も観覧通路は少々混雑しておりますので、お客様同士譲り合いながらご観覧よろしくお願いいたします。前の方の方は後ろの方と交代しながらのご観覧よろしくお願いいたします。赤ちゃんパンダ2頭は目の発育に大変重要な時期を迎えております。お手持ちのカメラフラッシュが光る方は発光禁止にご協力をお願いいたします。切り替え方法がご不明の場合はどうぞ後ろのスタッフにお尋ねください。切り替えをお手伝いいたします。パンダの赤ちゃんにフラッシュの強い光を当てないよう皆様のご協力をお願いいたします。それでは少々混雑しております。一番前ガラス面の前でご覧いただいている方は後ろの方と一度交代をお願いいたします。一番前の方でご覧いただいている方、後ろの方と交代をお願いいたします。たくさんお客様がいらっしゃいますので、どうぞご協力お願いします。